今回は、アニメ推しの子2期第8話19話のネットの感想、反応を紹介します。ドスケベメイクさん来たたー。メガネかけるとメイク落ちちゃうのを注意しに来てたメイクさんが可愛かった。髪ショートにしたアカネちゃんぽい感じ。エアメガネ。それは伊達眼鏡なので。エアメガネってむしろメガネないってことなんじゃ。メガネないのに眉間のあたりクイクイするやつだよね。メイクなんて見える距離じゃないだろ。ああ、円盤用に撮影してるのか。円盤を考えたら視聴者は役者のがっつり表情見てくるじゃねえか。セット自体にめっちゃカメラとか使ってるし、観客からでも顔とか見れるような演出できるんじゃないの。猫耳モード。ロリソーちゃん。こんなに良い娘だったのに。好きあらば挟まる重曹ちゃんに悲しき過去。おつらい。本当に悲しい過去はやめたってくれんか。もしかして重曹ちゃんちって離婚してて、メンヘラママを重曹ちゃんが芸能活動の収入で養ってる感じ。ママは介護で田舎に帰ってるはず。生活費までは知らん。たった1カットで崩壊していく過程を伝えるのうまいな。原作にあるコマなのかもしれんけど、一昔前だったら普通にロリ重曹のヌード出しそうだな、この母親。一昔12年前じゃ児童ポルノでアウトです。み昔36年くらい前でないと。そんな。まあそうね、そのくらい前じゃないとなのか。母親自身が出すパターンかも。母さん、あんたのために枕まで。枕営業、熟女枕営業。時々ボソッとアドバイスしてくる監督。監督いろんな人を救ってるな。でも独身実家暮らし。監督いなかったらこの物語成功しないんじゃ。縮こまった演技じゃ生えないだろ。こいつら頭の中で会話している。ホームニョってなってるかなちゃん可愛かった。これアドリブなのか。受け上手のアクア来たー。声優さんの演技がすごすぎる。アクアくん受けがうまいんだ。なるほど、姫川かけるアクア。こんなんされたら惚れ直してしまうやろう。まるでメインヒロインだな。こんな長くアドリブやっていいのかね。どいつもこいつもアドリブやりすぎで台本無視しすぎじゃね。その台本が役者任せなんすよね。舞台をアニメで表現するの面白いな。重曹ちゃん目がいつもの5倍キラッキラになってた。楽しそうだったぞ。また気合は言ってるな。厄介ファンがまた脳を焼かれた。有馬かなちゃんガチ勢のあかねちゃんが。かなちゃん推しガチ勢。有馬ちゃんガチ勢の顔である。オープニングであかねがハート目になってたの、こういうことだったのな。舞台上に有馬かなのガチファンがいたな。いいのかそれで。幼児対抗してたな。好きと嫌いは紙一重なんだ。有馬ちゃん無双だったな。有馬ちゃんが皆を照らす太陽ならガツはアクアかアカネちゃんか。アクアのパニック障害の苦しみを分かち合えるのはルビーちゃんだけだろ。子供でやおじさんには何でもお見通しだ。監督がもうアクアのスパダリすぎる。監督、良い人だよな。子供部屋おじさんだけど。監督って監督より探偵の方が向いてるだろ。黒川茜と事務所明け。かつ演技を見せる間もなく死亡。原作で死んでないキャラが舞台版で死んでるという、原作者が監修してなかったらヤバい脚本だよね。アクア、辛い運命だな。楽しむことさえ許されない。苦しみながらって茨の道やな。そんな呪いじゃないですか。悲しすぎるよ。それが人生なのか。メルトに続き重曹ちゃん覚醒会だった。さすがに今回ばかりはアカネちゃんは負けヒロインになるかと思ってたけど、アクアにパニック障害について本読んで教えてるシーンでしっかりヒロインとしての爪痕を残していく強さはさすがとしか言いようがないぜ。舞台って1日だけ公演じゃないよね。アクアは毎回トラウマを引き起こしてあの演技をするの。治療になって映画な。アドリブ、しかも、アニオリ。ああ、アニオリなんか、いいね。演劇わかってる人だと。瞳の星が黒くなった。他のキャラは瞳の中に光る星を持ってるのに、こいつだけは麻薬の闇に染まった星というのがまた。アドリブで噛みつきってヤバくない？毎公演ごとに、肩の肉を噛みちぎるんか。さすがに噛まれてもいいように何か仕込んでるだろう。噛み応えあるような、例えばタフ組とか。じゃあ、噛みつき。アドリブでアクアの方にかなちゃんを放り投げることによって、感情演技で覚醒させたってことは、あのメンバー内でかなちゃんはアクアが好きというのは共通認識なの？アカネは得意のプロファイリングですでに気づいてそうだが。無神経に地雷踏み抜いたメルト以外みんな。かな見てたらわかるんじゃないの？アクアはトラウマを利用するのか。重曹ちゃん覚醒会だったけど、後半のせいで印象がちょっと薄れたな。クオリティ高いな。来週はアクアのジレンマとの戦いか、次回舞台編終了か。これ舞台の初回なんだよね。毎回やること考えたら気が狂いそう。実際漫画アニメ内では1回しかやらないからいいけど、これ何回もやってんだよな、みたいになるところあるよね、舞台ものって。全公演こんな史上全開でやるの？そこに再現性はあるの？
しかも公演初日にこんな全力投球してたら、力尽きて途中から気の抜けた舞台になりそう。ペース配分考えろよ。公用、ある程度アドリブを公認しちゃって、それで毎回の違いを売りにするってのも手だけど、リピーターをつかみやすくなる。舞台演劇自体がその回その場限りの生物で、毎回違うものだからな。本気で舞台のファンやると、最低3回は現地で見たいから大変なのよね。初回と中日と最終日見るのマジで楽しい。演劇は沼だな。今日の有馬の見て思ったが、やはりメルトの扱いが破格だったな。領域展開来たと思ったら、あれ？意外と控えめだったなって、メルト矢印茜矢印有馬のトリプル領域展開コンボだったけど、やっぱメルトが一番力入ってたね。アクアの覚醒まで行ったしそっちに取られたな。まあ有馬は他でも活躍してるしいいか。そう。ちょっと肩透かし食らった気分。まあ次のアクアので盛り上がるはずだから、別にいいか。変身バンクの、話をしてる時の短縮版を見せられた時にちょっと似てる。まあ有馬の場合は覚醒っていうか、抑えてた本来の力を解放したって感じだから、枷外しただけで覚醒とは違うのかもしれない。有馬は本来の意味の覚醒、目が覚めること、今までになかった様子になるのは進化かな。大変ちょっと抽象的な演出が過剰すぎる。演技論なんて抽象的の最たるものだし。3週連続個人掘り下げつつ謎のエフェクトモリモリで盛り上げてるのはわかるがやっぱ舞台投げって。5分の演技に心象心理や過去話を10分くらいやるから全然進まない。キャラ掘り下げは良いんだけど、舞台そのものは相変わらず劇中劇すぎて、なんとも言えねえ。漫画で読んでる時はそんなテンポ悪い感じしなかったけど、アニメだと回想連発はやっぱ間延びするね。セリフを読み上げる都合上、1コマ2コマでさらっと流れるようなもんでも、アニメだとがっつり尺取っちゃったりするからな。週刊で追ってた頃よりは尺詰めてるけど、やっぱ舞台変だるい言われるよな。作中の舞台セリフは削りまくったのに、アニメ脚本は足しまくっとる。原作だと出番なかったラライモブ増やしてるよね。偽有馬ちゃん。偽アカネちゃん。本物有馬ちゃん。本物アカネちゃん。舞台中だとより紛らわしいけど、みんな可愛かった。アニメ、推しの子、2期、第8話、第19話、に対するネットの感想、反応、いかがでしたでしょうか。重曹ちゃん覚醒、最後にアクア覚醒来た。演劇中に噛みつきって冷静に考えたらやばない。そして毎週演出盛りまくってるから舞台シーンが結構長いことに。それでは次の動画でお会いしましょう。